アルゼンチン大使館副部官兼地理公使館副部官を務めた海軍少将である。皇太子時代の昭和天皇とカトリノリクミシ完全列左端は官長カンナノリカズ福島県出身。合津中学4年修了で海軍兵学校に進む。1908年11月21日卒業。ハンモックナンバー4番。同期に沢本頼夫。 名雲忠ただかず、塚原243、佐藤一郎らがいる。海大公主学生の同期生は、豊田定次郎、沢本頼夫、高橋伊萌らである。雪下は公開化専攻の士官で、海軍大学校をつし学生を経て、海大専修学生を主席で卒業した。少佐に昇進後、皇太子、広人親王の欧州訪問のお召し官となった。 カトリ公会長として投をした。遺憾時代は、伊駒阿蘇ソ、カトリ、開封乗組。松江及び、天竜の各公会長、クレ海軍交渉技総員、第三艦隊参謀を務め、今後受領のため英国出張している。ついで人事局局員、米国大使館副部官補佐官、中副長、第三戦隊参謀、海大戦略教官山城副長を歴任。 海大教官時代の学生には、高木総吉らがおり、雪下は、高木の真珠湾空襲図園を搭載している。1929年11月30日、海軍大佐へ進級した。ブラジル県アルゼンチン大使館、副部官県地理公使館、副部官、軍令部第七課長、長戸艦長、クレ真珠府軍事部長を経て少々へ昇進。 佐世保警備船隊司令官を最後に予備役編入となった。その後も、海大調査事務職宅兼海軍省事務職宅の任にあったが、日米海戦間近の1941年7月4日、順位招集。再び、アルゼンチン大使館副部官兼地理公使館副部官に補えされ、南米に赴任。 開戦直後の雪下は、中山貞義の意見具信を受けて事態に適切に対処した。招集解除は1946年6月19日であった。雪下が赴任したアルゼンチンは、日米戦争が勃発した場合に、対米情報収集基地として期待されていた。地理的にはメキシコが有利であったが、米国との経済的なつながりから、中立の維持が期待できず、 アルゼンチンとブラジルが重視されたのである。雪下は帰国できない覚悟であり、夫人を同伴している。ブラジルには大使館不武官として、銃、高徳後大佐が配置されたが、同国は1942年1月に日本と断交に至り、大佐は交換戦で帰国の音についた。雪下ら、在アルゼンチンの武官は、 同国が日本と断交する1944年1月まで、台米情報を送り続けた。雪下の養祖父は、海軍兵学校出身者として、最初の戦士者となった、雪下熊之助小偉補である。中野智霊は、中学の同級生であった。地上会会員。練習艦隊実務練習成績及び経過報告、離乳632。 雪下省医保選手の県在長崎人氏、霊体差届、海軍省省、谷口省侵外11名外国勲章気象受領、及び廃用の件、ありがとうございます。